はいどうもオえー、っとですね、まああのー、今ビットコインの方なんですけども、まあこんな感じで、まあ、荒れてますよね。えー、まあ昨日、おとといと、まあ含めても本当荒れてるっていう感じなんですけども、まあこれはですね、私の今年の自分の心境にですね、まあ本当ビタビタに当てはまるような、そういう動きだったんじゃないかなっていうところなんですよ。 で、まあ、昨日で、久しぶりにお会いした味噌の師匠ですよね、味噌作りをするために教えてくださった師匠にね、えー、お会いしてきたんですけども、やっぱり、あの一言は重かったなっていうのは、正直ね、えー、うろたえるぐらい重かったんですよね。で、ビットコインに対して50万円くらい入れたんでしょうと、うん。であればもう、もう数千円なってるでしょ。 何千万も受けたんだっていうところだったんですよ。で本当にね、まあ、今年の頭ぐらいからまあ1月2月っていうところでそういうお話をまあそうなるああなるっていう話は結局してたんですけどもやっぱりその軸っていうね部分っていう,うものがねやっぱあるあるとは言うんですけどもなかなか揺らがないんですよ。普通,通常でであれば揺らがないんですけども 古都投資についてはですねえ本当にここを今ね振り返ってみると思わずにはいられないようなそういう年になったようなんですよねだからもう本当私の本当今年のね感じというか一言で表すならば良くも悪くも揺らぎっていうね こういうところで揺らぎの幅が比較的本当人生っていう部分に対しても大きなこの波に乗るか乗らないかっていうそのぐらいの揺らぎですよね。まあ本当ね10年ぐらい20年ぐらいの自分の収入を超えられたっていうところのそこの投資先のビットコインさんっていうね えーところをもう見えなかったと。でずっと握ってられなかったと。で正直、まあ、よそにね入れた、まあ、エイダはじめいろいろあるんですけども、まあ、エイダあー、まあ、しっかり、まあ、他もしっかりなんですよねトリグしっかり。まあ確かによく ゼロベースゼロベースっていう形で今どうすんの今どうすんのっていうところで、まあ、今でしょっていうね、えー、ところで動いていくっていうのが私の、まあ、本質なんですよね、まあ、そこが私のね、えーまあ、強い部分でそこで、えー、なんだろうなあものに関しての動きっていうものを自分のその感性でもって捉えてそこに関して極力 うー早くうー動くっていうねそういう形で捉えていくっていうのがね、えー、私の本当にここがもう強みなんですよ。でまあ今後はですね、まあ、こういう私みたいなへんてこな人っていうのは、まあ、隔たりがあってそして、えー、何なのかっていうと、まあ、林修さんがですねこんなこと,こんなことを言ってるんですけども、うん、偶像の感覚。 っていうところにここに尽きるんじゃないかなっていうところはあるんですよ。で、まあ中学だとかあ高校だとか、ああなんだろうなパッとしないようなやっぱ、うん、青春時代を過ごして、まあまあまだ青春といえば青春なんですけど、あのそういう時間をですね、費やしてで何も考えなくふわふわと本当生きているような感覚。 うーまあ今のね私には本当にとても煮ついてないようなでも本質的なもの軸っていうものは核ってものはね大した変わってないわけですよでそれを私は今年っていうまあ本当今年がねとてもすごい重い年なんですけどあの出したんですよ表に出してみた。 でその前には準備期間としてそうですねまあ1年半とかブログを書いてみたりいその世の中自分の考え例えば斎藤ひとりさんの音声を聞いてみたりなプラスの言葉天国言葉をずっと使ってみるそして地獄言葉っていうものに対しては触れないっていうそういうね あのー、そういう部分を養ってきたというかマインドを作ってきたっていうのはあったんですけどもで今年はですねそのマインドを含めてようやくその表に出せたあで表に出せたっていうのは実はあのー、たまたまではなくてもうそれは過去にずっとやってきてたことなんだけど自分のその感覚ってものを表に出したっていうのはこれは元年なんですよね。 正直それまではそのを受けてきた主張ってものはありますけどだから最初司法師匠のものをまあ、8割とかを真似てまあ、とにかく師匠なんだとお酒を飲むって言えばもうお酒を飲むしいまあ、腹いっぱい飯を食うって言えば腹いっぱい寝るしもう昼間から 寝て、えー、で夜中に散歩するといえば夜中に一緒に,、ね、散,歩に散歩にすると。でそのぐらいまずねその師匠になりたい人間のものを良くも悪くも入れてでそこから多少自分の考えを入れてで最後に もう結局自分っていう核にあるものから出てくるものっていうものをだ出すっていうね主派利ですよね破るっていう形で、えー、最後にそういう形でね自分っていうものを出していくんでしょうけど本当その破るっていう本当今年の元年だったんじゃないかなと。で 正直その、おまあ、師匠っていろいろいらっしゃるんですけども味噌の師匠もはじめ情報業界の師匠もありますしマインドの師匠もいますし本当に師匠っていえばあメンターですかメンターっていう方ってのは本当にいっぱいいるんですよメンターが1人ではないですよね。 でいろいろなそのものを受け継いで,で自分の、ね、本質であるそこの感性が私は絶対強いなって本当に今年は言い切れたっていうのはもう本当そこに尽きるとでうそれに対してのその感性っていうものとやっぱり、ね、自分の心境っていうものの揺らぎってものがマッチしなかった、まあ、長期で自分っていうね 俯瞰した場合に自分っっててものは最強だって株でも長期で張るんであれば負けないよっていう話をよくすると思うんですけども本当そこに落ち着いて長期であればどんなことでも要は先が見えるんですねでただそれがその時間軸が 5,、うん、5年後なのか10年後なのか20年後っていうのは見えないんですけどもただその長期でこういう形になるよとああなるよっていうのはほぼね えー、まあまあ,あ見えてると未来像っていうのがねでそれに対しての点で売ってあげてでそこの銘柄に投資するっていう形になるわけですよねで株であればそこに落ち着くんですけどもう、まあ、暗号通貨であればもう完全にその人件費ってものがあそこの資金がそっちの方にね100ある地球の水があってでそこから地球から出るわけがないんだと。 資産も同じで100ある資産ってものは地球から出るわけじゃなくてそれが何だろう満件を印刷いくらされようがされまいが減らされようがねでその価値っていうものは多少こう変わってはいるんですけどもそれも同じでドルが強くなったりユーロが強くなったり円が強くなったりとかってあるじゃないですか。でも、 あのー、そういういことなんですよねでそれがその価値ってものが強くはなってるんだけど100ってものは逃げないんですよでその中から暗号通貨に流れてるよってこれは強いては一番末端でねアクセスして働いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけどもほんとそこの土台人件費ってものが削られてくっていうイメージで私はいるんですよね。 でよくお話しにする人件費、まヤマトだとかね、えー、運送費佐川だとか、あれもう大変だよと、でもう本当にね、今後大変だから、とにかく暗号通貨暗号通貨だっていう話はしたんですけども、そこのね、えーまあ、捉え方とかね、本当、私の今言ったようなことっていうのは、感性ってものに関しては、まあ、抜群のひらめきというか、 で、抜群のひらめきなんだけどただこのひ、ね、言ってるような形ではないんですよね。その原理原則っていうね自然の私が死ねばあそのままね草の草原で死ねば野原で死ねばそのままですね、えーまあ、自然があ全部許容してくれるわけです。ねえー、で鳥が来て。 で虫が湧いて虫がいなくなればそういう微生物が食べてくれるわけですよ。でそれで土になるっていうのは自然の原理原則じゃないですか。でそこは綺麗なような表現でも汚いような表現でもそこはもうそこしかないんですよね。それは絶対そうなるというところなんですよ。うん、で、えー、そこに対してのお私のその感性でもっていうのをもう暗号通過しかないと。 今、貧困層が抜け出す一般層がここから下がっていくのをまあそのまま下がっていくんではなくて上げる、上げに転じさせるのにはもうこれは暗号貨しかないんですよっていうそういう訴えをですね、ずーっとしてたんですよね。ここヶヶ月月ぐぐらららいいでですかかやろうとと思ってて本当3ヶ月ぐらいで淡々としてまあ最近は ね、え毎日のようにこうやってね何らかのこう音声を上げて出させていただいてるんですけども、まあ、あそこに至ったっていうのはやっぱりその積み上げだったりとかその出すことによってのうん自分私の強みっていうものが再発見できたりとかでやっぱり揺らぎで自分の強みである、まあ、長期であれば負けないってものを自分で言ってるんだけど。 おそこに対してのねこう、なかなか動けなかった年だったんですよ。ね、本当確定申告の、ね、資料作りを昨日かな、ちょこっとね、えー、だいぶ時間をかけて、ちょこちょこコピー貼りをして、眺めてて、えー、っていうことをやってたんですけども、本当それがね、えー、目についた、これ持ってたら、あれ持ってたらっていうのがすごく目についたあので、 まあ本当今年を一言で捉えるんであれば本当揺らぎっていうね私のこの一単語なんじゃないかなとね私を捉えるであれば揺らぎですよね。うん、でやっぱ今後はですね本当、うん、腰を据えるではないですけど 本当預貯金はですね3桁まで今詰めてるんですねで、まあ、もちろんね、えー、キャッシュフローとしては出てくるものは入ってくるものはあるんですけどもそれに対してその3桁まで詰めたっていうのはどういうことかっていうとやっぱり逃げ場を断つっていうね、えー、そういうところに落ち着くんですよ。 まあ多少その財布にはありますよ生活費っていうのはあ多少あるんですけどもそれに対してもですねやっぱ銀行の預貯金をあそこまで詰めたっていうのは今までね私が生きてきた中でないんですよねないんです、うん、あそこまで一つの口座であってもあそこまで詰めたっていうのは今まで生きてきてまあ通常であれば少なくても数万は入ってたんですよでまあ多ければ数十万は入れてたんですね うん、コインにね。なんですけどもそれを減らしたっていうのはやっぱり、あのー、3桁まで持ってたんですよ106円だから109円とかねまで持ってったんですけどもう、まあ、そういう形にしたっていうのを逃げ場を失ったう失うというかやっぱり逃げ場を作らなかったっていうのとやっぱりそれをですね世の中に対して、うん、これでもいけるんだよっていうところと。 おっていうところを勇気づけたやっぱ小さいながらもやっぱその発信をする立場であって、うん、それを世の中に投げかけることによってあなるほどとこれだけしかねえのになんとかやってけちゃうんだなっていうのを少なからず見ていただきたいで勇気づけられて。 なんだろうな勇気を与えたいっていうところはああほ大なり大なり小なりですねやっぱりあるんですね、うん、っていうのもあるんですよ自分を追い込むっていうでどのパフォーマンスを上げるっていうのもそうですしで、えー、世の中に出すことによってやっぱり勇気ですよね勇気っていうものをもう一度ですよ勇気いりますよ、うん、あのー、何も知らないところにポンって入るっていうのは勇気いります。 でもね、えー、そこをお今ね、えー、突破していい時期だっていうのは、私が見てるんですよ。間違いない今で。今でもそう見てます。今でもその勇気ってものをパンと弾いて、自分のね、今持ってるものを、今ね、おっかねえな、おっかねえなと思ってるものを、パンと弾いてあげ,あげて、で、外に、うその殻を、お壁をお、そのね、えー、周りのね、 えだろうなあ包んでるものをパーンと弾くようなねその気持ちでそれをやることによってまだ暗号通貨にはね、えー、この市場お金入ってきますんでで膨らむというところになるとこれを何としてもやっぱりね一、えー、人でも多くの人たちにまあ参加していただくっていうのがあ私のね、まあ、使命っていうとねなんか包まれててなんかね、えー、嫌なんですけども、まあ、私ができるね えーまあ、自分の感性とで培った、うんまあ、体験だとかっていうものを踏まえてで出すっていうね、えー、そこでできるんじゃないかなっていうところはあ私はですね今年は強く感じたんですよ。うん、で YouTube you って私は YouTube を上げるってるだけで YouTube r 本当にねお金をおそれで稼ごうよって言ってる方々の集まりに行かせていただいたんですけどもでそこを踏まえてねまあ数人の方とねお話をさせていただいた中で,ですよ私が今やってることを向かってるとこっていうのは完全にもうトレンドに の乗っかっっかててんんだいう話なんですよねだからそういう他者との交わりでもって自分を仮に評価するんであっても私の今向かってるとこトレンドに完全に捉えてるよっていう部分っていうのはもうこれは私にとってもですね、まあ、参加して、えーねえー、飲食するのはそれは ね、でゲームをやるとかっていうのは楽しかったんですけども一番のね収穫っていうのはそこの部分いやあのトレンドはやっぱりね捉えてんだなっていうのをその肉体をねそこに移動させて感じた、まあ、手間も時間もくんですけど、うん、なんですけどもそれをねすることによって本当にそれをね感じさせていただいたっていうのは、まあ、今月のね大きな収穫でもありますね。はい うん、他者との,やっぱその、うん、いつも比べるなっていう話はするんですけど、まあ、比べる必要はないんですけども程度やっぱりこう自分が見たい時はですねやっぱ見に行ってお話をしてで、まあ、確信ついたことを話せばあ大体その方がどういうことをやってるかっていうのはわかるじゃないですかどの程度なのか例えば、まあ、あーそれで YouTuber っていう名前を売って収益を上げてるんであればあいくらっていうのは なおしゃべりしなくてもこう体感でこう話しててどの程度やっててでそれが自信があるものであればだその辺の生活水準を賄えてるんだなとかあとはそのやっぱその人たちが何をやってるのか鉄道だったりとか飲食あ食べるものを作成するのに動画をアップするよとかあとメイクだったりとかあとガーデニングっていう方もいらっしゃいましたかね。 でまあ、そういう方とこう話してみるとやっぱりね、えー、そういう位置関係っていうのは自分は今やってることっていうのは完全に正しい正しいというかあ点が線でつながってる部分には立ってるんで。 あとは本当にこれをね、えー、もっともっとお、まあ、好きな仲間っていうところにフォーカスをするとおそこの部分まだまだ増えると思うんで,でそこのね、えー、部分あとはそこの知恵ですよね中に潜ってるう潜ってることがわからない人たちのその知恵ってのをおちょいとね拝借あ あとはその知恵を膨らましてあげるあとはですねその知恵っていうのを本当に潜ってるって言葉で言いましたけど潜ってるんですよ。で出してみないと分かんないんだけどなかなか例えばテレグラムっていうところも1,000人集まったよっていうお話をしたんですけども1,000人の中で発信するってなかなかできないと思うんですよ多分最初は。でも お私はそこの壁ってないんですよね、これがこうって思えばこう発信するっていうね、なんだろうと思ったら、それに対してなんだろうって聞いてみるとかねっていうのを、やっぱりそのお土台ですかそ、マインドっていう部分っていうのはあ、そこだと思うので、そこの部分っていうのはずっと培ってたんですよ。うん、で、えー、恐れたらずではないんですけど、本当、そんな言葉なんですよね、一言で言うならば、恐れたらずで行動,行動ができるんですね。 自分が本当に疑問だ、おかしい,おかしいとは言わなくても、まあ、否定はしないですよ、基本。基本否定はしないんですけども、あそうなんですね、ああなんですねってやって、でやっぱり、あのー、どういった考えなのかっていうのは、やっぱり聞,聞くっていうね、えー、そういうことっていうのは大事なので、聞かないと入ってこないんでね、下手なプライでこう固めてると、物事って状況が、あ他の方がどう思ってるのかって入ってこないんですよ。 で小学生でも中学生でもごめんなさいしながらあやっぱりすいませんしながらですねそこはあ今でもやっぱりね、えー、入れていく必要はあるんじゃないかなと思ってて、えー、すいませんって聞いて今どういうことなのかっていう話ってやっぱり聞く必要はあると思うんだねでねで変な話昨日お話で、ねえー、させていただいた中学生なんかは2台持ちだって言うんですよ、うん、中学生高校生かな。 あ高校生あたりの人っていうのかなで2台持ちだって言っててえ2つも何どうするんですかって言ったらまあ1つは要はあのー、ちょっとね、えーまあ、使うんだとあまあ大人の事情みたいなとこなんでしょうねでもう1台は普通に使用してるって感じで、あのー、グレーでやっぱりこうなんとなくこうなんて言うんですかねそうんいう感じで使ってるんですってで、えー、その家では w i f i ってものは つないであるからそういう大人の事情で使うものとおまあ私っていうそのね、えー、少年っていう事情で使うのと2台あるんですよとおいうお話をさせていただいてまあ本当ねしょうがないですよねそれはね、あのー、そういうものと向き合う,う生ってものと向き合うっていうのはまあそれはね 生き物として当然の行為だと思いますし、まあ、それに対しての,その恥じることは、ね、私はないと思うんですけども、まあまああのー、そういうお話を聞いたりとかえ2台も持ってんだと思ってたまげたんですよ、うん、2台も、まあ、1台はでもほらもう1台持つって言っても年間5円はかかるわけじゃないですか機械代抜いてですよ、うん、使用代で四千円強くらい4000円くらいはかかりますよね、うん、1台ね。 うん、で、それで持ってる。で、それで通話なしで4000円ぐらいじゃないですか。で、LINE でやって、あ、電話ってものを使わないで、LINE 通信、LINE 電話みたいなものを使う、Facebook 電話を使う、う Twitter もできるのかな、Twitter 電話を使う、うまあ、Google プラス電話を使うっていう、そういうね、えー、使用の仕方でもって4000円くらいだと思うんで、で、2台を持ってるっていうのは、本当たまげたんですよ。今年ね、一番やっぱり驚いたのは、 中学3年生で9割の方9割以上がね、えー、スマホを保有してるっていうのはびっくりしたんですようんそれは私がポケモン GO をやってみて、えー、感じたことでポケモン GO をやって感じてみたってことはあの70代の人もポケモン GO をやってるよっていうのもたまげたんですよね、えー、年金世代って方もポケモン GO をやってる でヒ、えーターっていう世間で言うねポケモン GO なんかはヒーターみんなやんなくなったよって言ってるんだけど中学生でもやっぱり、ね、やってる方はやってらっしゃるんですね。うん、っていうことを考えるとまあ本当ね実りが大きいというか発見がまあ動いてるから。 うんそれなりに通常書面でね書面だとかまあ書面であればまだいいと思うんですよね本を読んでうーんその入れていくとかでそれをそのネットで検索してね 昨日のあの東大生の 7, 7割5分はこうピペで論文を仕上げてるとかね、えー、そういうお話を聞いてたまげたんだけどやっぱりねでもその考えるとか感じるって部分っていうのは感じるって部分がやっぱ最初なんでそこを伸ばすほかないっていうのはやっぱり今でもね、えー、昔でも変わらなくて、まあ、そこを本当にね痛感させられたっていうポケモンにしても暗号通貨にしても まあ株にしてもね、サインポストのねあのセルフレジではなくて無人レジかあのお話をしましたし、本当そういうものっていうのは本当感じましたね。で春であればあ面白いことあってまああ某祭りに行ってですね、いきなりですねまあ私も飲んでたあれもありますけど、野外のカラオケに見ず知らずのね人にねえデュエットしよう、デュエットしようってユニコーンのね、 なんか聞いたこともないような、聞いたことはあるのかもなんですけども、覚えてないやつをこう巻き込んでいただいたりとか、恥ずかしながらですね、あれは初体験だったんで、いい体験できたなと思います。本当、ありがとうございましたってことで、やっぱ動いてくると、動いてると、それなりのやっぱハプニング、いいハプニング、悪いハプニングってあると思うんですけども、そのハプニングが脳みそを、私のね感性をですね、一番素敵な、 場所ですね感性、えー、そこを育ててくれるんだなっていうところを本当ね、えー、思った年でございましたよ本当うんでやっぱり揺らぎですねここに対してはあ30万円企画もねもう踏まえて、えー、しっかりね、えー、捉えていかなきゃですねうんまあ大変なんでね、まあ、コインチェックの2段階認証もね あれって思って、で、解除できないし、番号は合ってるんだけど入れないっていうのも、まあ一つのね、体験としては、で、それでネムのね、高値でつ掴んでしまってですね、えらい目に合ってるんですけど、でもまあ、しゃあないですよね。10万円入れたのがどうなってんのっていうとこなんですけど、もうこんな感じなんですよ。42円、もっと下がるでしょ。そんなもんじゃないですから。ね。で、まあ5万、うんまあ5万2千円ですよね。 5万2千五5万3千円くらいになってしまってて、もうほぼね、えー、昨日ですか、昨日、一昨日かな、はい、入れたものが半年になってしまってる、ね。これもまあ、ハプニングとして起こさなきゃいけない。まあ、昨日ですね、ネ、えームをまだ24時間経ってないのに半年になってるっていうね、えー、そういう試合に巻き、まあ、込まれてますと。ね えーまあ、ビットコインも本日ですかからですよね、先物じゃない、あのプロが、ね、入ってくるということで、先物も,もかなあっていうこともありまして、荒れると思うよ、今後、ね、荒れると思うんですけども、ただやっぱり核にあるのはね、えー、長期で、えー、暗号通貨っていうのはいけますよというところしかないんで、うん、それが、うん、プロが入ろうが、何々が入ろうがね、えー、そこの広がる っていうところしかないんでね。うん、そこはあ、せっかくね。 えーまあ、聞いてらっしゃる方でしたらもう気づいてらっしゃって入っていただいた方もね多数さ、まあ、いらっしゃると思うんですけどもまだね、えー、その周りがやってないよって方がいらっしゃると思うので、まあ、せっかくこの、ね、年末の集まりとかね忘年会、新年会って今からあると思うんで年末年始でそこに向,か向けて自分がね、えー、今年入ったものを去年入ったものに対してのお話をしてみるとでこういうことがあったよっ でこれを言っていただくとねいいんじゃないかなと思いますよ。うん、で決して私をおーね私の資産を奪おうとしてはダメですよとそれはそれはね冗談でもやっぱり言っといてでなんでそれを言うかっていうと私っていうのはそういう知恵を持ってんですよっていう話をね付け加えて自分を紹介してったらいいんじゃないかなと思います。 本当お、まあ、年末年始なんてものは年末なんてものはねすごい気持ちに対して揺らぎが出てが焦りが出てでやってないね自分のお今年の抱負があって構えてね決めて何項目か上げたものに対してやれてない自分に対しての劣等感損失感まあ、とにかく自分自分をこう追い詰めてしまうようなね 人によってはねとうん、ことになってしまうので、まあ、そこをですね、えー、愛に変な風に刺激してしまうと、もしかしたら良くないことも起きるのかもしれないので、うまいこと、やっぱりいいそこはですね、宣伝をして、こういうことがあったよ、ああいうことがあったよで、年末っていうのは揺らぐんであれば、年始にね、いやー、今年となんとかしようぜって気持ちもね、やっぱりこう、沈んでるのと、からパッと切り替わるわけじゃないですか。うん 年始に向かってこういうことだよああいうことだよって切り替わるタイミングでそれを出してみるとかね新年会でこれだけこうだったよああだったよ私これ結構知ってるよってやり方知ってるよ で言ってあげて、で広げて、えー、広めてみるっていうのがね、いいと思うので、えー、やってみてください。本当ね、えー、今年は揺らぎ、私の一言で表すと、揺らぎとね、あと感性っていうね、えー、まあ、二言目には、まあ、ランキングで言えば、揺らぎが一番で、感性っていうのが二番で、あとは、あーまあ、手配の利ですよね、離れるっていう、うそういうと年でしたね、本当に。 というところで、まあ、今後もね、いろいろあると思うんですけども、まあ、暗号通貨市場をはじめね、えーまあ、なんか情報は配信してきますんで、うん、よろしくお願いしますとはいうところで、えー、落ち着かせていただきます。はい、それではね、す、え、て、ー、なコインライフをお送りください。